海と日本。今世界的に大きな問題となっている海洋ゴミは、多くが川から流れ込んでいます。その現状を学ぶ環境交流フォーラムが岩手県奥州市で開かれました。海洋ゴミは海面に浮かんだプラスチックなどのゴミを餌と間違えて魚が食べて死んでしまうなど、海の生物に悪影響を与えています。川をきれいにすることが海を守ることにつながる。フォーラムでは講師として東京荒川で長年河川の環境保全に取り組んでいる今村和幸さんが、これまでの活動経験や荒川の現状について話しました。ここの土を取ってみると、プラゴミのバラバラになったゴミと土が1対1ぐらいの割合です。だから土なのかプラスチックなのか分かんないですね、ような状態になって。あれに近いことが、まあ、我々の周りでもあるんじゃないかなと。河口の実態がこうだってことを現地に行って知ってほしいなって思いから。岩手県は景勝地として知られる浄土ヶ浜など美しい観光資源にも恵まれていますが、環境美化に取り組む自治体や企業などと連携して岩手海ごみなくし隊を結成し、海洋ごみ問題の啓蒙活動や清掃を行っています。会場ではこの取り組みもパネルで紹介されました。楽しい活動っていうところが一つあるのかなと思ってますね。いわゆるこうイメージをですね、こうスタッフが見える化したりとかして変えていくことによって、またこういろんな問い合わせとかが増えてきていますので、海洋ごみゼロを目指し、美しく豊かな三陸の海を未来へ。海と日本プロジェクト in 岩手は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。